王い請求者は、王いを現実行動として要求するものもしくは理論上の王い継承順位の筆頭にある、もののこと。請求対象が、皇帝くらいである定位請求者など、王い以外の君主の座を請求するものも、本記事で扱う。歴史的な正当性、機種性を有するもののみならず、高貴な血統を詐称することで玉座を狙うものや、 逆に歴史や血統などによらないものも含まれ得る。共和国において過去に廃止された君主制の復活を求めるパターンと一般的に正当とされる在位中の君主にとって変わろうとする下国上志向のパターンの二つに対別できる。英語ではプリテンダーの語句を用いることが一般的である。これに対しイギリスに拠点を置く。 国際君主主義者連盟代表のニコライトルストイ伯爵は中立的用語でないとしてクレーメントやエアの語句が望ましいとしている実際に君主制の復活を求めるものに限らず世が世なら玉座についていたであろう旧君主家の党首はそのすべてが請求者に挙げられる現在請求者とされる人物には一般人として生活している者も,も多いが中には 君主制の復活を求めて亡命政府や政治団体などを組織して活動している者も,もいる。彼らを報じて君主制を再導入しようとする君主主義組織、政治団体も各国に存在する。キリスト教の歴史において時として存在した対立教皇についても同じように教皇くらいの請求者とみなすことができる。イングランド及びスコットランドの正当な王として ジャコバイトに支持された、老神王こと、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアート。スペイン・ブルボン・朝の政党として、国王カルロス5世を称した、モリナ博、カルロス。ポルトガルをミゲル1世とその子孫は、絶対王政派のミゲリスタに支持された。サウルに代わるイスラエル王として血統に関係なく、神に選ばれ、サムエルにといされる、ダビデ王位請求者が現れる理由としては、 主として、次のようなケースが考えられる。インド諸法朝鮮イタリア諸法スペインドイツ諸法、ハプスブルク君主国フィンランドまた、歴代ロシア皇帝は、アレクサンドル1世からニコライ2世に至るまで5代に、渡ってフィンランド対抗国の君主として、フィンランド対抗の称号を有していたことから、現在のロマノフケ党首もフィンランド対抗位請求者と、考えることができる。 フランス・ブリテン初登場期の人物はいずれも理論上はフランス王位請求者を兼ねる。百年戦争の時代から何世紀にもわたって歴代イングランド国王はフランス国王の称号を主張してきた。合同法に基づきグレート・ブリテン及びアイルランド連合王国が成立した1801年に至りフランス王号は公式に放棄されたが これはあくまで現在のイギリス王室の話である。彼らはいずれもフランス王位を放棄する前のイングランド玉座の継承者であるため、以前としてフランス王位請求者であると下せられる。ポーランドこの他にも、1815年のポーランド立憲王国の成立以来、歴代ロシア皇帝は最後のニコライ2世に至るまでポーランド王の称号を有していたことから、 現在のロマノフケ党首もポーランド多い請求者と考えることができる。ルーマニアロシア。ありがとうございます。